ショッカーのやつ、今度は何やらかしたんだろう。こんな夜にバードウォッチング？公園で夜行性の猛禽類を観察してたら、ベルベデーレ城にライフルを持った男がたくさんいるのに気づいて。警告どうも。君、名前は？ステファニー。私も手伝う。ここから奴らの動きを観察しとくね。それすっごく助かるな。ベルベデーレ城に武装した男たち、観光客じゃないよね。まずいな、フィスクの手下だ。休憩タイム。驚いた？これで全部で、何企ててたの？なんかよくわかんないけど、こいつに何か手がかりないかなと。フラッシュドライブが最悪。ステファニー、鳥に証拠だらけのドライブ盗まれた。多分ハトかな。これって普通？巣作りのシーズンだからよくある話。そうだ、確かお城の南東あたりに巣があったはずだけど。オッケー、見てみる。お友達か、最高。フラッシュドライブ持って戻ってこいよ、この空飛ぶネズミ。もっとポジティブなこと言って。ハトって実は結構頭いいんだから。へえ、結構頭いいね。ステファニー、鳥に証拠だらけのドライブ盗まれた。多分ハトかな。これって普通？巣作りのシーズンだからよくある話。そうだ、確かお城の南東あたりに巣があったはずだけど。オッケー、見てみる。なんか靴下。お友達か、最高。フラッシュドライブ持って戻ってこいよ、この空飛ぶネズミ。もっとポジティブなこと言って。ハトって実は結構頭いいんだから。へえ、結構頭いいね。あー、ハトさん、空飛ぶネズミなんて言ってごめん。取引してくれたらフィスクの何倍も餌あげちゃうんだけどな。1はゲット。でもドライブなしか。外れ。やった、ドライブゲット。それじゃ PC で奴らの計画暴いてやるか。
あいつらセントラルパークの Wi-Fi システムにワームをアップロードしてる。大量の個人データにバックドアからアクセスするつもりか。ちょっと待てよ、僕もこの Wi-Fi 使ってる。待った、まだリモートでアップロードしてる。他にもアクセスポイントがあるんだ。ステファニー、ねえスパイ頼める？公園におかしなものない？あーそうね、ミミズクが2羽に、それと近くの配電盤に男たちがたくさん。ありがとう、そのままスパイ続けてて、アップロードが完了する前に配電盤に行こう。PC にアクセスできなきゃアップロードできない。お昼寝しててね。あんなもんどうすりゃいいんだよ。お前ら行くぞ。情報ありがとう、急がなきゃ。あと2つ？こんなこと言いたくないけど、セントラルパークって現実逃避しに来る場所だろ。こんな強力な Wi-Fi いる？あれだ、配電盤から遠ざけないと。本気で行くよ。空中コンボ決まり。よし、これでマンハッタンに住んでるみんなのパスワードも、可愛い猫の動画も一安心だね。スパイダーマン、私見つかっちゃったかも。まずいな、本当に。ほぼ確実、武器持った奴らが来た。屋上の入り口に鍵をかけて、今行くよ。ビスクの手下に先越されたらまずいな、僕のせいで巻き込まれたんだし。もうすぐだよ、隠れて。分かれて双眼鏡の女を探せ。どうぞスパイダーマンを倒せ。そんなこと後でいい。諦めない。止めろ。自業自得だよ。楽勝だね。スッパイ。ステファニー平気かな？ありがとう、スパイダーマン。普段の夜間バードウォッチングより刺激的だった。いや、こちらこそ。君のスパイのおかげで服役中の犯罪王にみんなの個人データ盗まれずに済んだしね。結構やるでしょ？しかもあなたがトリプルキックした時、胸垢50からの巣を見つけたの。すっごい美形、見てみる？ありがとう、でも今は檻の中の鳥だけで手一杯かな。